チ好きな人とやるライブシリーズボリューム19、6センチはラブハンドルズがお好きということで、10月10日土曜日、東京は下北沢440にて、この度6回目のラブハンドルズでございます。ご紹介します。ラブハンドルズ、はい、お一人ずつお願いします。ラブハンドルズボーカル若林なのかな。うん、そうだ。うん、ほいで水瀬はじめです。ギターとか入れる、弾くよ。水瀬はじめです。うん、間違いない。ごすいません、ラブハンドルズです、はい、というわけで今回の、はい、ラブハンドルズがお好きはこれまでの、うん、なんていうか、うん、今年は何しようかとかね、うん、なんかこのね、もうやることないんじゃないかとか、はい、うん、そういうことじゃないんだな。なんか、うん、どういうことなの、若ちゃん教えて。今年はね、うん、今までいろんなことやってきたじゃない、うん、来た方は見てると思うけども、うん、なんだメンバー特会一回いろんなことやったり、やったり、うん、関係ないのリフティングしたり、うん、なんかみんな無理やりダンスしたり、うん、いろんなことしてきたけども、うん、今回はね、うん、我々正面から音楽やるよ。の、どういうこと、どういうこと、もういよいよ、どういうこと、いよいよもう、うん、音楽やる、いよいよ、もう極まったね。ついに音楽に手を出します。今回のラブハンドルズがお好きはですね、改めて初めてこの僕たちが音楽を届けるということに、うん、この邁進してお届けするライブを、うん、はい、やろうかなと。じゃあ今まで何だったんだと、何だったんだということもありますが、はい、今回はだからおまけなし、もうやめようと、うん、やる、まあそれはやるかもしれないけど、それはまだわからないんだけど、やるかもしれないけど、まあ、それちょっと置いといて、うん、さらにはですよ、はい、教えてくださいみどりちゃん、もう売っていこうやないかと。薄い声やないかって。ん、はいはいはい、あ、ね、はい、私が言います、うん、6000ドルズね、今まで共作した曲があったりとか、あまたあります、あまたあります、うんうん、だから6000ドルズとして音源を発表というかね、うん、そのちゃんと CD にして売るってことを今まで実はやってなかったよね、うん、なんとこれだけ作ってきたのに、ね、いろいろと、はい、それを今回、うん、CD、うん、6000ドルズのデビュー初音源ですね、初音源、はい、なんとめでたくこの6000ドルズがちょっと音源として大海原に乗り出すと、うん、はい、そういうタイミングの、だいわばあれだね、レコ発だね、レコ発でございますな、ね、もしかして簡単に言えば、うん、我々ごちゃごちゃ言ってたけど、そうだ、今度の10月いつ、うん、10日です、10月10日、うん、土曜日下北沢440でやるライブは、うん、6000ドルズのレコ発ライブだ。これはレコ発だけどレコ発だけど、何、この日しか買えない、はい、の、そうです、そうする、この日を逃したらもう値段がもう跳ね上がるんだ、値段が今買っとかないと、うん、そもそも、僕らのこの初音源ですから、うん、6000ドルズにちなんでですね、うん、6000円で大高、はい、うん、販売するところですね、ところを、うん、当日は、うん、当日に限り、おいくら、今決めて1000円、おに何がついてくると、にえに消費税がついてくるところを、ところを、それは、若ネットが、負担します。さらに、ふにせしたね、今ね。さらに、うん、さらに、今、えさらに、さらに、この30分以内にお電話いただいた、あ、僕ら帽子がついてくる。帽子が。
帽子もついてくる。もう、うん、帽子付き、ね、この3、この動画を見て、この眉毛も眉毛、俺なくなるから、俺なくなるから、この動画を見て、30分以内、まあ生えてくるけど、これ30分以内に、薄手のパーカーも、まあ、ついてくる、薄手のビチョビチョや、これもう、ね、この V ネックもついてきます、乾かしてね、ビチョビチョ乾かして、この動画を見て30分以内に連絡くれた方は、うん、どこに、えまたもトラブルトラブル、ぜひお越しいただきたいですね、これね、皆さんが多分やるんだろうなってことも多分やります。ただ今年は違う、今年はぐっとみんなと一緒に音楽を楽しめたい、はい、そういうライブをやろうと思っておりますので、はい、ぜひお越しいただきたいと思います。それでは本日お会いいたしましょう。またね。山田見てるか、山田見てるか。